はい、どうも皆さんこんにちは。全盲の YouTuber アナちゃんこと穴澤雄介です。雄介です。本日は金曜日、チャレンジアナちゃんの時間。今日は恐怖の質問箱行ってみたいと思います。さあ、こちらの箱の中にはチャンネル視聴者の皆さんから寄せられました手厳しいアナちゃんへの質問が山のように入っております。こちらの中から私アナちゃんが1枚ずつ引きまして、矢継ぎ早に質問に答えていくというコーナーです。じゃあ今日も早速行ってみましょうかね。さあ、今日はどれぐらい答えられますかね。インテリアでこだわっていることありますか。全くありません。はい、次。ひどいじゃないですか、アナちゃん。だってないんだもんね、インテリアってね。朝はご飯派？パン派？圧倒的ご飯派です。まあ、パンも食べなかないですよ。でもパン食べるのは割とお昼のが多いかな、朝。まあ朝もあれば食べますけど、朝ご飯ですね。はい。今一番欲しい家電は、これ、ね、家電のうちに入るかどうか分かりませんけど、ほら、まあ YouTube ライブなんかもそうですけど、 YouTube に限らず今オンラインがね多いから、強力なルーターが欲しいですね。家にね、強力なルーター、 Wi-Fi 環境をめちゃめちゃ良くしたい。はい、次。なんか今日はサクサクいっちゃいますよ。てかもうちょっと真面目に答えた方がいいですかね。追う恋と追われる恋、どっちが好き。追う恋ですね。はい、次。今日はなんかいい加減だな。追われるのはね、なんかほら、しつこいのだよ、しょ。いやいや、もちろん追われるのも嬉しいっちゃ嬉しいですけど、まあ基本ないですね。はい。何せこう、束縛されることが何よりも、嫌な私としては、自由人なんです。今年になってから作曲したものありますか？作曲は、この YouTube でも、エレクトリックのコーナーですでに公開してますけど、もともと NHK の私がパーソナリティをね、アキちゃんと一緒にやっている、視覚障害ナビラジオ、リンクスクエアの番組のコーナー分けのジングルっていうんですけど、コーナー分けの短い曲のために作曲した曲っていうかフレーズがいくつかあって、まあ、そのジングルをもっともっと膨らませて曲単位に作り直した初めてのブルーチーズっていう、なんとも奇怪な曲があります。はい、なかなか面白いですよ。自分で言うのもなんですけど、まあ割とアドリブの部分が大きいですけどね。はい、面白いです。あとね、今ね、昔のすでに私書いた私の曲に作詞詞をつけてくださった方がいて、合唱用にね今編曲作業してますね。はい、これも出来上がったらぜひお楽しみに。さあ、次。何かコレクションしていますか？コレクションか、今はない。はい、次。コレクションっていうかどうか分かんないですけど、よもや質問が全部なくなった。さっき山のように入ってますとか言っといて全部なくなっちゃったですね。
私がサクサク答えちゃったし、山のように入ってなかったですね。新たな質問募集してます。どんどん質問ください。そう、あのライブ会場なんかでもね、どんどん質問募集していこうかなと思ってるんですけどね。いや、ちょっとコレクションの話もうちょっとしましょうか。私、強いて言えば、音楽系のブローチを集めてます。音符だったりトーンキーボードだったり、楽譜だったりバイオリンだったりのブローチ、まあ今日してませんけど、ジャケットなんか着るといつもね、その音楽系のブローチを襟とかにつけてたりするんですよ。まあだからその音楽系のブローチぐらいかな。まあウエスタンはこれコレクションというかもう普段着だしね、私の場合。そんな感じです。質問もよろしく、チャンネル登録もよろしく、そしていいねボタンもよろしく。アナちゃんでした。